背景です。今回はブルペン危機平良海馬登録抹消ということで、平投手なんですけれども、ちょっとね故障してしまったということで、登録抹消となってしまいました。なので、ちょっとね結構ブルペンの方が、かなり、苦しい状況になります。なので、今回はねそのことについてと、あとは今後の投手運用についても触れながら、話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは話していきたいと思います。平が中指痛登録抹消ということで、平投手なんですけれども、今シーズンですね50試合に登板をして30ホールドで防御率も 1.70 ということで、セットアッパー主に8回を投げる役回りを任されて、圧倒的な成績を残してくれていました。ライオンズ非常にこうブルペン陣というところが今シーズンはリーグトップで素晴らしい成績残してるんですけれども、そのねブルペン陣を牽引してくれていたのが、平投手でした。しかしその平投手なんですけれども、右手中指を痛めた影響で8月10日に登録抹消となってしまいました。現時点でももうすでにブルペンの中では森脇投手が背中の張りで離脱をしてしまっているという現状があり、その中でさらに平投手も怪我で離脱となってしまったので、かなりブルペンの方が、苦しい状況厳しい状況に追い込まれることになってしまいました。で、最近のブルペン陣というところがね結構やっぱ疲れっていうところが、顕著に、成績だったりにも現れてきていて、でまずですね先ほども言ったように、平投手が抹消してしまったということと、あとすでにもう森脇投手も離脱しているということで、平投手森脇投手、この2人今シーズン、1点台に抑えているピッチャーなんですけれども2人ともいないということになってしまいました。この2人が、いないだけでも、かなり苦しいブルペン陣なんですが、その苦しい状況っていうのが他の選手たちの成績にも現れてしまっています。で増田投手なんですけれども、コロナで、数週間離脱をしていて、で病み上がりで復帰をしてきたんですけれども、9日の試合では、近藤選手にスリーランホームランを打たれるなど、3失点で敗戦投手という風になってしまいました。で他にも、宮川投手も、7日の試合までは3試合連続登板した試合ではずっと失点をしてしまっていました。で10日の試合には登板したんですが、この時期は、無失点を抑えることができています。ただですねそれまでは3試合連続失点だったということなので、疲れてっていうところはね非常に出てきているのかなというふうには思います。であとは本田投手ですね。本田投手ウィップという数値、1イニングに何人ランナー出すかっていう数値なんですけれども、0.89 なんですね本田投手は。なので、本当に1人出すかどうかぐらい、基本的には三者凡退で終わるピッチャーになるんですけれども、ここまでですね実は3試合連続三者凡退ないんですね。なので、なんとか失点数はしていない状況ではあるんですけれども、ランナーを貯めてしまうケースがちょっとずつ出てきているということなので、ここまでちょっとやっぱ疲れは見えてきているのかなというふうには思います。で、最近中継ぎ陣に加わったスミス投手になるんですけど、スミス投手はねやっぱ10日の試合にも失点してしまいましたし、もともとやっぱ怪我が多い選手ですよね。先発やってる中でももう2回怪我をしてしまっていうのがあるんで、なのでやっぱりこうスミス投手は中継ぎの枚数としては正直ねそんなに数えにくいんですよね。例えば連投とかしたらもしかしたらまた怪我してしまうかもしれないし、多分スミス投手のこうフィジカル的な部分で言うと、週6試合あったとしたらおそらく多分3試合4試合登板っていうのは結構きついのかなっていうふうには思います。多分あっても週2回ぐらいの登板になってくると思うし、ちょっと起用法もロングリリーフだったりとかいろんな役割を任される部分あると思うんですけど、そういったところでねこうスミス投手も何回も何回も使うことができないっていう部分においては、かなりきついのかなとは思います。で水上投手なんですけれども、7月無失点で月間 MVP 獲得して、本当に、素晴らしい活躍してくれたんですけれども、8月に入ってからは防御率もここまで5点台ということもありますし、6日の試合ではねレアード選手にホームランを打たれてしまいました。でこれが今季初の非本塁打ということになってます。ここまでホームラン打たれてなくて、すごいピッチングだったんですけど、初ホームランをねついに打たれてしまったということで、ここまで明らかにやっぱりシーズン序盤とはね違うところが見えてきてるのかなというふうには思います。本当に平投手森脇投手が離脱したっていうことも含めるとでも、他のメンバーを見てもやっぱりねかなりブルペン陣が全体的に疲れてきているっていうのがこれを見ればわかるのかなと思います。こんな感じで救援陣に結構ガタが来てしまってるんですけど、その原因としてやはり一番挙げられるのは、救援陣への依存ということが大きく挙げられるのかなと思います。まずですね登板数登板ペースがえぐいということで、本当にですねこう登板数と登板ペースっていうところが非常に他球団に比べるとえげつないんですね。で平投手、平投手から見ていくんですけど、今季ここまで50試合に登板をしているんですが、これはリーグトップの登板数になります。1年間で50試合でも多いんですけれども、シーズンのまだね前半ちょっと過ぎたぐらい、後半に入ったぐらいの時にもう50試合に入ってしまっているっていうのは、かなりのハイペースなのかなっていうふうに思います。で水上投手が45試合でリーグ2位ですね。平投手の次にリーグで投げているんですけれども、ライオンズのピッチャー2人が登板数で1位2位に来てしまっているってところで、かなりの登板数なのかなというふうには思います。で平投手は手術で開幕を出遅れました。で水上投手もコロナで1位離脱があったんですね。
なので別にシーズンフルずっと1軍にいるかっていうと、まあ、ちょっと離脱してる期間とかがあったりしたんですよ、2人とも。それなのに、まあ、リーグでは1の登板数、2の登板数を投げてしまっているっていうことは、2人ともかなりのペースで使われている、酷使されているってことが分かるのかなと思います。まあ、さらに付け加えると、この2人に関してはオールスターでもね登板をしてしまっているので、まあ、オールスターは1試合の登板にしか過ぎないんですけど、あんまりこう休めていない部分もあるので、まあ、かなり苦しいですし、まあ、平良投手怪我してしまったんですけど、これだけのペース、これだけの登板数投げさせられていたら、まあ、当然ね、怪我をするってこともあり得ると思うし、まあ、正直ガダが来ても仕方ないのかなっていうふうには思っています。で、まあ、あとやっぱり一番大きく挙げられる部分が、まあ、先発としてはこう完投できていないというところが挙げられます。まあ、ここまでチームでの完投数っていうところは与座投手の1回のみで、まあ、基本的にもう先発ピッチャーっていうのは5回、6回、7回で変わるんですね。まあ、すごい球数的にもいいペースで、まあ、ピッチャーがこう抑えてたり、まあ、例えば廃校リスタートって言われる7回2失点、あるいはクオリティスタートと言われる6回3失点でこういい感じの球数で失点抑えられてても、やっぱり7回になったら水上投手を投入してしまったりだとか、まあ、8回になったら平投手を投入してしまったりだとか、まあ、もうちょっといけるんじゃないかなと思われる試合展開でも、やっぱ僅差だと、まあ、水上投手、平投手という勝ちパターンをこう投げさせてしまうっていう、まあ、そういった起用法がねずっとこうやって続いてるんですよね。まあ、その起用法でずっとライオンズここまで勝ってきて今の順位にいるので、まあ、なかなかそのやり方をこう否定することはできないんですけれども、まあ、とうとうねやっぱそのこうツケが回ってきたというか、そうやってこう酷使している結果が今ちょっと現れてしまっているのかなというふうには思います。はい、まあそんな感じでね、ちょっと中継ぎ依存っていうところが、やはりこう現在の、まあ、中継ぎ陣が苦しい状況に陥ってしまっている原因として挙げたんですけれども、じゃあ今後ね、まあ、どういうふうに投手運用していけばいいのかってことを簡単に話していきたいと思います。まずですね、勝ちパターンから話していきます。勝ちパターンは本田投手、水上投手、増田投手ということで、まあ、平投手、森脇投手がいないということなので、もうこうせざるを得ない状況なのかなというふうには思います。まあ、本来であればね、平投手、森脇投手、この2人はね2人とももうセットアッパーの経験もあるし、まあ、勝ちパターンを担えるぐらいの実力があるピッチャーなので、まあ、この2人がいれば勝ちパローテーションですね、まあ、本田投手、水上投手、増田投手に加えて平投手、森脇投手、まあ、この5人で、まあ、勝ちパターンをねローテーションしていく、使い回していくってやり方がやっぱり理想なのかなというふうには思います。まあ、特に夏場に入ってきているんで、まあ、やっぱりこう勝ちパターンを固定化して一定のピッチャーたちを酷使するっていうのはねかなりきついし、それだとなかなかこの夏場の乗り越えの苦しいんですけれども、まあ、こういう風にね、西武は本当に中継ぎ陣が豊富なんで、勝ちパローテーションという形でいろんなピッチャーを使い回していくことによって、まあ、疲労を分散してね、まあ、全員のパフォーマンスをそれなりに維持できるというメリットがあったんですが、まあ、正直この2人がいなくなってしまうと、もうそれは厳しいのかなと思います。で、他にじゃあ勝ちパターンにられるやついるのではないかっていうふうに思うんですけれども、まあ、佐々木投手はまず貴重なワンポイント火消し役として今活躍しているんで、まあ、十分セットアッパーを担える実力はあると思うんですけれども、やはり佐々木投手はねちょっと重要な役割に任されてるんで、ここをちょっと外してしまうと、まあ、佐々木投手セットアッパーってなってしまうと、じゃあ次ワンポイント誰やるんだ、火消し誰やるんだって話になってしまうんで、ちょっとね左がやっぱり一人っていうところを考えても、やっぱ佐々木投手はこのポジションから外すことはできないのかなと思います。で、まあ、それ以外のメンバーを見ていくと、まあ、ボー投手だったり宮川投手いるんですけれども、まあ、この2人ともねやっぱ防御率は2点台と1点台で、まあ、そんなに悪くないし、まあ、勝ちパターンをね担えるとも言えるとも思うんですけれども、やっぱ正直ちょっと競った場面だとやっぱり厳しいですよね。まあ、この2人はなかなかこう競った場面で登板することっていうのが、まあ、延長戦に入った時とかしかないんですけれども、やっぱこう結構楽な場面でもねちょっと簡単に失点をしてしまうシーンだったりとかも結構あったりするんで、やっぱりちょっと1点差とか、まあ、僅差の場面、まあ、特にリードしている場面だとちょっとこの2人投げるの不安なのかなっていうふうには思います。まあ、首脳陣の中でも多分それだけの信頼得られてない部分もあると思うので、ちょっとこの2人勝ちパターンっていうのも厳しいのかなと思います。なので、まあ、もう本当にねこのメンバーになってしまうと、もう本田投手、水上投手、増田投手でもう固定化せざるを得ない状況になってしまってるんですね。やっぱ本来であれば、まあ、この3人の酷使も避けていきたいところではあるんですけれども、まあ、離脱をしてしまっているというのがあるんで、そうせざるを得ない状況になってしまったっていうのが、かなり今のブルペン苦しいのかなと思います。で、まあ、救援陣に関してはそういった起用法ちょっとせざるを得ない状況になってしまったんですけど、やっぱ先発陣の起用法ってところをやっぱ大きく見直していきたいなというふうに思っています。まあ、それはまずやっぱ先発はいけるところまでということで、まあ、以前まではですね5回から7回でもう試合を作れば先発陣 OK、 もうあとは勝ちパターンっていう形でずっと起用してきたんですけれども、今後はやっぱりもう球数が少なかったらもうどんどん長いイニング投げてもらいたいなというふうに思っています。まあ、具体的に数字を上げるとしたら、やっぱ今井投手、高橋光成投手、この2人はやっぱねスタミナもある、完投力もあるピッチャーになるので、やっぱり110球から130球ぐらいはもう毎回投げてもらいたいなというふうに思います。まあ、もちろんね序盤でこう延長してしまったりとかした場合は、まあ、ロングリリーフとか切り替えるのがもちろんベストだと思うんですけれども、まあ、ずっとクオリティスタートとかずっとこう安定して抑えてきてる中であれば、
ればもう130球から110球120球ぐらいはもう投げさせてもらいたいなというふうには思います。まあ、やっぱ高橋光成投手特に100球前後で結構変えてしまうことが多いので、まあ、ちょっとねさすがにねそれは少ないのかなっていうふうに思うんで、やっぱそういったところもうちょい見直してほしいなとは思います。であと松本投手、与座投手は、まあ、高橋光成投手、今井投手ほどはねやっぱイニング投げれない部分あるんですけれども、まあ、この2人もね本当に完封経験完投経験を持っているピッチャーになりますので、まあ、やっぱ100球から120球ぐらいは最低投げてもらいたいなというふうには思います。まあ、最低やっぱ100球はね投げてもらいたいと思いますね。であとエンス投手、平井投手、まあ、この2人はねなかなかちょっと完投力だったりとか長いイニング投げるってところは難しい部分になってくるんですけれども、まあ、100球前後はやっぱ投げてほしいかなと思います。まあ、平井投手、エンス投手の毎回ね90球ぐらい投げてくれてるんで、まあ、この2人に関しては基本的に今のままでいいかなと思うんですけれども、まあ、やっぱ失点が少なければなるべく長いイニングは投げさせていきたいのかなというふうには思っています。まあ、ちょっとね先発投げさせすぎなんじゃないか、まあ、例えば130球120球までいっちゃうとちょっと投げさせすぎって思う人もいるかもしれないですけど、やっぱりねそれぐらいやっていかないと今のブルペンじゃやっぱ持たなくなってしまうのかなっていうふうに思うんで、まあ、もちろん投げさせたら投げさせただけそれだけ先発陣も疲れてきて、まあ、打たれてくるリスクってところも上がってくるとは思うんですけど、まあ、それ以上にやっぱブルペンがもう本当にきつくなってきてしまうんですよね。まあ、実際にもう森脇投手、平投手が離脱してるっていうのがあるんで、本当にこのまま、例えばじゃあ本田投手、水上投手、増田投手次酷使していくってなると、もうこの3人の誰かが例えばまた怪我をしてしまったりとか、まあ、そういった危険性が本当に出てきてしまうので、本当にやっぱ先発陣はやっぱ行けるところまで行ってもらいたいなっていうのが正直なところです。でもやっぱり今シーズンのライオンズ、まあ、今首位にいますけど、やっぱりブルペンで勝ってきたチームだと思います。やっぱこのブルペン陣がいるからこそ、まあ、今の順位があると思うので、やっぱりそのブルペンが崩壊してしまうとやっぱチームの強みがなくなってしまうので、なかなかね今後やっぱ勝っていくの厳しいのかなと思います。なのでやっぱりこのブルペン陣をしっかりとこうパフォーマンスをキープさせるためにも、崩壊させないためにも、まあ、先発陣やっぱいけるところまで行ってほしいなと思いますし、まあ、そういったこう投手運用っていうところを今後やっていってほしいなと思います。はい、まあ、ちょっとねリアスちゃんも出てきたりしていて、最近ちょっとブルペン陣が苦しくて、なかなかちょっと勝てる試合もね勝ちきれなかったりとか、まあ、逆転して負けてしまったりとかっていうゲームもたくさんあるんですけれども、まあ、まだまだねライオンズここから立て直せる強さ持ってると思うので、まあ、今後もライオンズの投手によってところをちょっと注目して、まあ、あとこれ以上ねリアスちゃんが出ないってことを願って、見ていきたいと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターの方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。